はい、どうもこんばんは、おつぱいです。本日はバートを使って大学入試の英語の問題を解いてみようという企画でお送りしたいと思います。バートがですね、自然処理、言語処理と、呼ばれるものがあるんですけれども、そのタスクをこなすことができる、モデルというものです。これを使うと翻訳とか文章分類、あとは質疑応答などですね、様々な言語に関する問題というものを解くことができるということになってます。参考にですね、GitHub のライブラリーのページを貼っておきますので、詳しくはこちら見てください。英語なんでちょっと読みづらいと思いますが、こちらバートのライブラリーの GitHub のリンク先になっております。それではですね、今日は大学入試の過去問を解いてみたいと思います。選択肢でですね、単語を選ぶような問題があると思いますが、こういうのを解かせてみて、選択肢を選んでみようというもんですね。参考として2020年のセンター試験の英語の問題を選ばせていただきました。はい。で、このバートを使うにはですね、一番最初ですね、pip install transformers というので、バートのライブラリをインストールしていただく必要があります。今こちら Google コラボラトリーで実行してますんで、コラボラトリー上でですね、試したい方は、この、インストール文をコピペして、まずはライブラリーのインストールをお願いします。はい。で、次にですね、モデルの読み込みというのがあるんですが、フィルマスクというのでですね、読み込みができると思います。はい。トランスフォーマーズインポートパイプラインということで、ライブラリを読み込んで、モデルの方を読み込んでいただきますと、このモデルというやつにですね、変数に読み込まれます。はい。では、1問解いてみようと思います。センター試験の問題の中から、こんな問題がありました。次の問いの四角に当てはまる単語を答えなさいと。選択肢4択ですね。Due to the rain, our performance in the game was なんたら、from perfect ということで、この中から一つ選びなさいということで、自分英語かなり苦手で、偏差値20ぐらいなので、どれでもいいような気がしますね。一応正解は3番のファーということで、ファーって感じですけれども、はい、これをですね、問題文を用意してですね、いきたいと思います。はい、1個ですね、難点がありまして、問題文とか選択肢はご自分で用意くださいということなんで、まず何でもいいんですんで、文字列としてですね、問題文を作っておきます。先ほどの due to なんたらっていう文章を打ち込みますと。そして、この空白の部分、選択肢を選ばせる部分に、四角括弧ですね、失礼しました、波括弧をですね、つけてもらいます。はい。で、選択肢の方なんですけれども、文字列の要素を持つリスト型、こちらで用意してあげるという形にしてください。はい。でですね、1問解きたい場合は、先ほどのモデル .tokenizer.masktoken というのを使うと、この問題文、こちらを渡してあげるとですね、選択肢、こちらを選んでくれるというものになります。はい。まず最初ですね、テキスト、こいつをですね、用意して、選択肢も用意してあげるという形ですね。はい。それではですね、このコードを実行すると、リザルトというところに結果が出ます。結果としてはですね、この選択肢を選ぶ確率が返ってくる感じですね。0点いくつということで、MAX 1.0 だと思いますが、一番確率が高いやつが、当てはまる選択肢だろうという感じになります。とりあえずは実行してみましょうということでですね、意外とですね、すぐ結果が返ってきます。はい。
先ほどの選択肢4択ですが、アパート、ディファレント、ファー、フリーと、この4つの単語が選択肢になってましたが、結果が返ってきたのが、こんな感じですね。ファーが 0.9982 で、他はですね、まあほとんど確率が0に近いということになってました。小数点第10位11位ぐらいまで出てきますが、あまりにも数値が小さいのでここには反映されない感じになっております。ということで、まあファーの確率が一番高いですよということで、まあこの問題、正解ファーだったのでなんか合ってそうですね。はい、ということで、こんな感じでですね、英語の文章を与えて、まあ一部ですね、空白にしてあげると、まあそこに当てはまる単語を、まあ、選択肢を用意してあげればですね、その選択肢の中から一番確率の高いものを選ぶということもできます。選択肢を与えない場合は、まあ適当にですね、バートが選んでくれた単語というものをですね、返してくれます。ということでですね、まあめんどくさいんで、問題文をまとめて解いてみたいと思いますね。まあさっきのですね、問題の、まあ、続きがありまして、まあ、結構たくさんあるんですけど、打ち込むの大変なんで、2問目から5問目までですね。2問目が、エマンジェンシードアーズ、キャンビーファウンドアット、なんたら、エンズオブディスホールウェイ。まあ、選択肢どれでもいい感じしちゃいますね。はい。何のことだか意味はわかりませんが、おそらく Google 翻訳とか使えば一発で、ここら辺の、翻訳出てくるんじゃないかと思いますので、英語がわからない方は Google 翻訳で頑張っていただければと思います。はい、こんな感じでですね、問題文と、まあ、選択肢を用意してあげました。で、まあ一応ですね、こちらもセンター試験の問題なんで、回答とか分かっちゃってますんで、一応まあ回答も載せておきます。で、後でですね、バートの答えと比較をしたいと思います。はい、こんな感じで、問題文を用意しまして、まあ、実行してあげるとですね、こんな形の、まあ、辞書型として問題を一旦定義しましたと。さて、今度はまとめてバートで回答ですね、一旦データ化しまして最後データフレームにしたいと思います。はい、一気に実行してくれちゃって、こんな感じですぐで結果が出ます。で、最後ですね、データフレームにして答え合わせ見てみましょうと。問題文、まあ1問目は先ほどと一緒なんで2問目以降ですね。はい、こんな感じで、まず選択肢4択ですね。で、その中からまあ一応回答が、センター試験の問題にはありますので、まあ、それと比較して選んだ答えが合ってればまあ true という形にしました。で、これを見るとですね、どうやらですね、4問目はなんか間違っちゃってるみたいですね。はい、4問目以外は、うまくいきましたと。じゃあ4問目どうだったかっていうのをですね、元々の確率の部分を見ていきたいと思いますが、4択のうち that, all, so, so っていうのは、まあ、ちょっと見た感じ確率は一緒ですね。だからまあどれが選ばれてもおかしくはないんですけれども、まあこのバートの並び替えの仕様の結果ですね、選ばれたのはザットでしたということで、まあここだけ間違えちゃってましたね。まあ本来であればこの確率が同じなんで、まあどれかを人間が選ぶということで、3分の1の確率で当たってたかもしれませんが、今回は外れましたという感じになりました。まあこんな感じである程度の文章量があって、まあそれにふさわしい選択肢があれば、おそらくバートはうまくその空欄に当てはまる単語を自力で何かしら考えてくれるんだろうと思います。で、まあそれを使えばですね、こういった穴埋め問題とか、そういったものに関しては比較的有効なのかなという感じはいたします。ということでまとめですが、まあ簡単な問題は結構解けそうなんですけれども、いざこれ試験の時にですね、パソコンを持ち込んでですね、文章をまあ打ち込むと、で結果を返すみたいなことやってると、まあちょっと時間かかるんで、実際の試験ではですね、
まあ役に立たないかもしれませんが、まあそのうちですね、ここら辺の、まあ、コードをですね、まあ、省略できるようにですね、まあカメラに仕込んでですね、カメラでまあ英文読み込んで、まあ、選択肢もですね、自動入力させて、まあ、バートで選択肢を選んだ結果を返すみたいな、モバイル、グラスを、開発すれば、意外と実用化はできるかもしれないので、実際にですね大学入試とか、挑む際はそういったグラスを作って挑むというのがいいのかもしれませんね。まあ、カンニングですけどね、自力で英語を解きたい方は、まあ、全然このプログラムを使う必要はないという感じになります。このバートに関してはですね、こんな感じで、結構簡単に使うことができます。必要なのは一番最初のインストールだけですね。はい。で、まあ、インストールしてもらえばこのトランスフォーマーズっていうライブラリーを、結構いろんな機能たくさんありますんで、いろいろなことができます。他にもたくさんのタスク解かせることができますんで、気になる方は試してみてください。本日はここまでです。それでは。